イシュタルモンに描かれているバビロンの獅子、イラク文化の象徴的な存在であり、戦車の名称にも使用されている。イラクのナショナリズムは、イラク人のアイデンティティに根ざしたナショナリズムのことである。イラクのナショナリズムは古くは、バビロニア文明やシシリア文明を含むメソポタミアに由来する。歴史上、イラクのナショナリズムは、オスマン帝国やイギリス帝国による支配に影響を受けており、 独立を達成して建国されたイラク王国や、その後のバーストーによる統治につながっている。アメリカの社会学者、イマニュエル・ウォーラーステインは、イラク戦争中に、アメリカ軍による占領下に置かれた際に、レジスタンス活動が行われた主要な要因として、イラクのナショナリズムを挙げている。イラクのナショナリズムには2つの方向性がある。一つは、イラクという国家において、 アラブ人とクルド人をメソポタミアの文化遺産と結びつける人種とした意図であるとみなす見解である。この見解はアラブ人とクルド人の融合を図ったアブドルカリーム、カーシムによって促進された。二つ目は国家としてのイラクのナショナリズムとアラブ国家としてのアラブナショナリズムの融合である。サッタームフセインはイラクのアラブ人である古代メソポタミア人の起源と遺産への評価は アラブのナショナリズムを補完するものであると考えていた。バース島の政治体制は、歴史的なクルドンムスリムのリーダーであり、十字軍との戦いにおいて、エルサレム奪還を成功させたサラーフティーンを、イラクの愛国の象徴として取り込んだ。アブドルカリーム・カーシムイラクのナショナリズムは古代、シュメールやバビロニア、アッシリアといった文明の揺りかごであるメソポタミアを基調として語られる。 ことが多い。特に、バビロニアを統治していた、ネブカドネザール2世とクルド人ムスリムの指導者であった、サラーフッティーンは、イラクのナショナリズムの象徴的な存在となっている。反アラブ主義が台頭してきた1920年代に、イラクにおけるナショナリズムの原型が出来上がった。1930年代までに、イラクの知識人層において、 イラクの国家や領土に関するアイデンティティが形成され、第二次世界大戦を通して発展した。イラクのナショナリズムとアラブ国家としてのナショナリズムには、多少乖離が存在していたが、これらは互いに影響し合い、同化してきた。イラクのナショナリズムは、あるハティフのような政党新聞において、国内の文化によってイラクのナショナリズムを高め、 アラブ文化を報道することによって、アラブのナショナリズムを示すなど、アラブのナショナリズムと相互補完する形で主張されてきた。ハーシム家による王政が行われていた時代には、アラブの枠組みからはみ出す形でのイラクのアイデンティティが語られることも一般的であり、イラクの土地や部族、イラク独自の詩や文学を強調した作品の出版や教育が行われていた。 1930年代初めに、イラクの歴史家はイギリスからの独立を、イラクの歴史において、現在のイラクの原型となるアイデンティティを備える、国家が、初めて形成された瞬間とし、大イラク革命、と呼んでいる。初期のイラクのナショナリズムについてはっきりと表明した、知識人には、アブドアルラッザーク・ハサニーアーパース・ワッザウィがいる。ハサには、 イギリス委任統治領メソポタミアについて、1930年代に出版された自著イラク統治の歴史の中で厳しく批判した上で、イラク王国初代国王ファイサル一世を支持し、イラクのナショナリズムについて強い支持を表明している。ファイサル一世による書簡を含む、この作品において、ファイサル一世はその書簡の中で宗教や部族による対立なしに、 イラクのナショナリズムを形成する難しさを述べている。ファイサル一世は、教養人のスンナ派と非教養人のシーア派、中央政府による統治に反対するクルド人によって、イラクが構成されていると述べている。アッツァビは二つの支配の中のイラクを記し、イラク政府より賞賛された。ハサニとアッザビの作品は1935年から1965年まで非常に人気があり、 第二版、第三版が発行されたこれらの作品は、以後のナショナリズム形成に影響を与えた。アブドルカリーム・カーシムはイラクにおける、アラブ人とクルド人を対等とみなす形での、ナショナリズム形成を促進し、クルド語は単に、カーシム政権下において合法的に使用される、言語というだけでなく、クルド人の居住地域とイラクのその他の地域、どちらにおいてもべての教育機関において、 クルド語の教育が行われるようにし、クルド語用のアラビア文字の使用を促進した。カーシム政権下では、イラクの文化的なアイデンティティに関しては、民族的なアイデンティティの観点から見た、アラブ人とクルド人の共栄に重点が置かれており、クルド人のナショナリズムを、イラクのナショナリズムやイラクの文化に取り込む方針が、取られ、イラクは、アラブ国家というだけでなく、アラブクルド国家である。 クルド人のナショナリズムに対するアラブ人の認識は我々が国家として連帯していることの証明である。我々は第一にイラク人なのであってアラブ人、クルド人といった区分はその後に来るものなのだと述べている。イラクにおけるクルド人の権利の保障政策を含むカーシム政権下のクルド人政策においてはイラン国内に住むクルド人との統一を図る試みがなされ、 イラク、シリア、イランに居住するすべてのクルド人を統一するために、イランも協力するとの返答を引き出した。カーシム政権のクルド人政策は、クルド人に非常に人気があり、カーシム支持者のクルド人は彼を、アラブ人とクルド人のリーダーと呼んだ。クルド人のリーダーであったムスタファ・バルザには、クルド人が、イラク国民になるための援助を行うと表明し、 1958年に長く苦しんできた全てのクルド人同胞を代表して今一度私は王政とその後に反動で形成された共和制という名のギャングに終わりを告げ革命が行われたことに対してカーシムとイラク人、クルド人とアラブ人を祝福する。と述べている。バルザニはカーシムに対してクルド人の難民やディアスポラがイラクに帰還する許可を 出すよう要請し、イラクへの忠誠を誓った上で、英明なる指導者よ。同胞クルド人難民の愛する故国への帰還を可能にし、人々を、共和国を、故国を守る、この旅の栄光に良くすることができることに、私は心からの感謝を表明すると述べた。サンタームフセインとイラクのバース島は、バビロニア人と古代アッシリア人が、アラブ人の祖先であると主張することで、 イラクにおける古代、バビロニアやアッシリア文明とアラブのナショナリズムを融合させようとした。そして、サッタームフセインと彼の支持者は、メソポタミア人の文化遺産とアラブのナショナリズムには、何も対立することなどないと主張した。サッタームフセインは、イラクの大統領就任期間中、自身を若き日のネブカドネザル2世と結びつけ、絵画においては、 アラブ人とクルド人の被り物をした姿で描かせていた。サンターム・フセインは自身とバース島をイラク出身であり、エルサレムにおける十字軍との戦いにおいて、ムスリムやアラブ人のリーダーであったサラーフティーンにもなぞらえて表現した。バース島により宣伝された大イラクの地図。新緑の部分は、イギリス島地以前はオスマン帝国のバスラ州だったイランのフーゼスタン州とクウェート。 緑の部分は、サウジアラビア東部州のアルハサにあたる部分。1932年に独立した後すぐに、イラク政府は、クウェートは、第一次世界大戦後イギリスがクウェートを建国するまでイラクの領土であって、イギリスの帝国主義による産物であると述べ、クウェートはまさしくイラクの領土であると主張した。カーシム政権は、イランのフーゼスターン州に民族統一を行うよう勧告し、 クウェートに対しても同様の勧告を行った。サッターム・フセインもまたこれらの領土を併合しようとした。イラン・イラク戦争ではイラクはフーゼスターンを併合しようとした。サッタームはイラクを中心に起こったアフバーズ解放運動を支援し、フーゼスターン州に住むアラブ人がイラクの行動を支持すると期待していた。また湾岸戦争では イラクは多国籍軍がクウェート支援を行うまでクウェートを占領、併合した。クウェート併合後、イラク軍はサウジアラビア国境に駐留し、外国の情報機関はサッタームが国境すぐ近くにある油田地域を攻撃するつもりではないかと疑った。サッタームフセインはサウジアラビアの東部州の一部であり、オスマン帝国時代はバスラ州としてイラクの一部であり、 1913年にイギリスの援助によりサウジアラビアの支配下に入ったアルハサを併合するつもりではないかとも疑われていた。サタームはクウェートとアルハサという産油地帯を併合し、イラクはペルシャ湾の広大な油田を支配下に収め、中東における一大支配勢力になるつもりだと信じられていた。サウジアラビア政府はイラクに併合されたクウェートと サウジアラビアの国境にイラクが大規模軍隊を中留させていることについて警告を行いアメリカ合衆国に対してもイラクはサウジアラビアの東部州にすぐにでも侵攻しようとしていると警告した。サウジアラビア政府は外部からの援助がなかったならばイラクは東部州を6時間で占領支配下に収めたであろうと述べている。ありがとうございます。